アキゴは、ボフォース社が製造するスウェーデンの自動小銃である。アキゴは、スウェーデン軍の主力小銃アキオンの後継小銃として、ベルギーの FN 社製、アサルトライフル FNFNC をスウェーデンの気候条件に合わせて改良した銃である。5年間の FNC からの設計変更作業の後、1986年から軍に正式配備が開始された。 2006年以降は大規模な近代化改修が実施され、現在は完了している。また、秋5は秋4の完全な置換を目的として配備されているわけではなく、強度防衛隊は現在も以前と同様に、秋4を回収した秋4バイトを使用し続けている。FNC からの主な変更点は以下の通りである。秋5シリーズの基本モデル、マークスマンモデル、 チークパッド付き重傷と取り外し可能なアイアンサイトを持ち4倍率スーザット LQA1 トリチウムサイトを装備する一般的には分隊長が装備する秋シ c 秋ゴシリーズの近代化モデルボルトストップ機能の追加やピカティニーレールの装備各部の両機機化など近年のアサルトライフルの特徴を取り入れている 秋ゴ D 重心とハンドガードを切り詰めたカービンモデル。レンジャー単位や市街地での戦闘要員、車両搭乗員のために開発され、ピカキニレールを装備している。警察用にフルオート機能を廃した CGA5P などがある。現在は秋キゴ C と同内容の回収を受けたものが使用されている。ありがとうございます。